ハバナはフナジーである。どうもね、パープロ2009の回転モードをやろうかと思う。結構ね、扇風機の音がしたけれども、まあご勘弁ってことでよろしくお願いします。今回は、横浜とビッチャングで戦わせるとして、4位に予想勝負にします。これは誰を投げさせるかね。また番長や。番長多いなぁ。どうしましょう。どうしましょう。お、相手ダルビッシュさんやないかい。そして強いにして。スタート。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。今夜はこの札幌から日本ハム対横浜ライトゲームの模様を実況担当の田中直樹でお届けします。北海道ファイターズはダルビッシュ、そしてベイスターズはサウスポーの吉見以上のような優先発となっています。さあ、まもなくゲームが始まります。この会場にはなっていますけどもね。とりあえず横浜をプレイしてやってみましょう。まずは1回の表、ベイスターズの攻撃。先頭バッターは石川。ストレッチ、そこの厳しいところ、まずは初球決めてきました。早いね。さあ2球目、空振り。さあ追い込まれました。早いって。投球3球目、打った、レフト前ヒット。捉えないとね。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。さあ1球目、直球空振り。これは完全に振り遅れ。早いな、ダルビッシュ。ストレート投げました、打った、一球抜かれた。これはヒットになります。ボールは中継へ。3球送る、セーフ、セーフ。よしよし。右バッターボックスは3番市川。ベイスターズいきなり先制のチャンスを迎えています。直球ストライク、インハイへ。伸びのあるストレート、伸びとるな。投げました、ストレート空振り。ダルビッシュ追い込んでいます。茶番は加えないとね。投げました、ダイナス高め、空振り三振。見事なピッチングです。中さんや初球空振り、ワンストライクノーボール。早いって、早いから打ちました、ヒット。センターがヒットになった。セカンド中継、ブラッド、まずは1点先制。ブラッド、センターへのタイムリー。またさあ先ほどの先制の場面です。見てください、ちょっとあらばそこから厳しいんですよ。オリジナル選手の上本、ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。ここで迎えるバッターは上本。スローボールはストライク、まずは高め。ゼロゼロゼロ、ストレートはストライク、真ん中へ。さあ3球目、最後の三振。見事なピッチング。そしてバッターは吉村。第1球を投げた、アウト、スパットが、はい、茶番です。1回表が終了して1対0ベイスターズ先制点を挙げています。1回の裏1点を追いかけます、ファイターズの攻撃。トップバッターは田中。さあ初球、直球ストライク、膝元厳しいところ。1球目ストライクから第2球を中田、打った、ショートボールを掴んだ、1塁に送る、アウト、ワンアウトです。右バッターボックスは2番森本。第1球を投げた、膝元変化球ストライク。初球まずは入れてきました。第2球を投げました、初球ストライク、外角高め、ちょるって、打った、はい、よいだしています。吉見、ね、キャッチャーフライに打ち取りました。あ、稲葉さんだ。さあ1球目、まっすぐ決まったストライク、いっぱいいっぱい。チェンジアップ、さあ1球目チェンジアップ打った、はい、ファール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 、投球3球目、おっと打ち上げた、はい、吉見前進、ゆっくりと構えた、取りました。これで3アウト。吉見無難な立ち上がりです。
1回終わって1対0ベイスターズ1点リードは変わりません。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは7番ジョンソン。投げました。1球目空振り。伸びのあるストレート。当時新外国人だったジョンソン、ね、投げました。直球決まってストライク。あっという間にクラッシング、ね、追い込んで投げました。ストレート空振り三振。ダルビッシュこの試合3つ目の三振を奪いました。ジョンソン頼むよ。外角からの直球ストライク。ワンストライクなんで J 出すんだ。投げました。流し打ちどうだ。よかった。ボールは中継。ギャリー。ギャリー。さあワンアウトからのランナーが来ました。あ、こちらが来ましょう。初球から送ってきました。バスト。さあ得点圏にランナーを進めました。バッターはトップに帰って石川ベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。外角高め緩い球ストライク。まずは初球決めてきました。空振り緩い球できました。スイングアウト三振。ダルビッシュこの試合4つ目の三振を奪いました。2回の表が終わって1対0ベイスターズ無得点で終了です。2回の裏1点を追いかけますファイターズの攻撃。先頭バッターは指名打者スレッジ。緩い球をまずは外角ストライク決まった。ワンストライクワンボールです。投げたチェンジアップ打ちました。はい、ファールでしょ、ファールね。はい、ファール。ツーエンドワンから投げた。はい、泳いだ。バッターは5番、ニオカ。投げました。アウトの直球ストライク。個人から、個人を裏切られて、ジャムに行った人ですね。アウトの変化球ストライク。チェンジアップを使ってきました。投げました。個人は坂本さんが誘ったんでね。バッターは高橋。ファンドランワンボール。第1球を投げました。初球引っ張った。レフトへ上がっている。レフトの後ろワンボール。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。よしみ、レフトへのツーベースヒットを許しました。ここでバッターは糸井。ファイターズ同点のチャンスを迎えています。投げました。なんと直球ストライク。初球まずは入れてきました。打った引っ張った。一塁数フェアだ。そのままベースを踏んでアウト。二塁ランナー高橋残塁に終わりました。2回が終わって1対0ベイスターズ1点リードは変わりません。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番西。これが2打席目になります。エテロどうだ。入るか。ギャフンとね。はい、ギャフンとね。何ギャフンと言ってもらえますか。そのホームラン、ホームランで高く込んだ。初球を完璧に捉えました。ダルビッシュ打ち砕かれました。2対0ベイスターズリードを2点に広げました。第2球を投げたプッシュバット。はい、上がりですね。内川内野安打。そして右バッターボックスには村田。今日2打席目。第1球を投げたまっすぐ空振り。ワンダシン。はいはい、胸元厳しい球。村田さんの応援歌、ラッキンの応援歌にも誰も来ますからね。直球空振り三振。村田三球三振に倒れました。先頭以外はね、投げた。村田さんですよ。レフト前にヒットになります。レフト前に頑張りますね。頑張りますね。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。ストライク。胸元厳しいボール。伸びのあるストレート。投げました。スローボールはストライク。外角へバッター追い込まれました。投げました。ストレート空振り三振。ここでバッターボックスはジョンソン。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。直球ストライク。外角高め伸びのあるストレート。投げました。打ちました。またレフトへ飛んだ。レフト後方ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。ベイスターズさらに1点追加。ジョンソンレフト線へのタイムリーヒット。まだ ここでタイムがかかります。ダルビッシュ5番、坂本今日2人目のピッチャーとして登板です。そしてここでバッターは金城。投げました。アウトコース低めいっぱいストライク。ワンダシン直球ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。内角低めいっぱいから差し、見事なピッチングです。3回の表が終わって3対0ベイスターズこの回2点を加えています。よしよしよし。
3回の裏3点を追いかけますファイターズの攻撃。先頭バッターは8番鶴岡、直球ストライク、アウトローへまっすぐできました。チェンジアップ空振り、バッター追い込まれました。これこそ上がりですね。外角高め、外角三振。バッターは9番金子。第1球を投げた、まっすぐ決まった、ストライク、ワンナシ。初球空振りから投げた、打った、詰まった当たり、上がり。ファールグラウンド、ボールをつかみました。吉見ファールフライに打ち取りました。また健介さんや。さあ1球目直球決まってストライク。また田中健介さんや。さあ次の投球です。おストレート外れました。第3球を投げた、低め際どい、ボール。第4球を投げた、直球ストライク。さあ投球5球目、打った、決ま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 った、アウト、スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに打ち取られました。3回の裏が終わって3対0ベイスターズ、3点リードは変わりません。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番野口、今日2打席目、初球プッシュバット。打順は1番に戻って石川、今日早くも3回目の打席を迎えます。アウト、プッシュバットだ、一塁へアウト。バッターは2番西、今日3打席目。さあ1球目、直球空振り、少し迷ったか。アウトの浜田さんは投げました。スローボールはストライク、インハイへ、ツーストライク、ノーボール。横浜行くまでが追い込んでから投げました。アウトの浜田さんは西、千賀を飛ぶ三振。坂本三者凡退、無得点に抑えています。4回表が終了して3対0ベイスターズこの回無得点です。ファイターズこの回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番森本、第1打席はファールフライに倒れています。ショルダー現れて、チャンジアップ打った、ショート取った、一塁送球、はい、ナイス対応。バッターは3番稲葉、第1打席はライトフライに倒れています。第1球を投げました、フローカーとなってワンナッシング。石井さんだったらストレート空振り、横浜の石井さんだったらね。第3球を投げた、ライト空振り、はい、上がり。ベイスターズ勝利目前、空振り、ワンナッシング。はいはいはい、プレッシャーと思ってたでしょ。今投げた、直球決まったストライク。さあ、はい、次が最後の投球になるか。投げた、あと打ち上げた、ファールボール。だって手を押さないと、はい、上がり。試合終了です。ベイスターズ見事勝利を収めました。この試合横浜が勝利しました。ベイスターズなんてね。今日のハイライトシーンです。またハイライトシーンか、わかってきて。吉見さんと村田さんですよ。どっちも横浜だけどね。というわけで諸君ご覧いただいてだろうか。ただいまの4イニングの勝負は横浜ベイスターズの勝利で終わった。では諸君、またよ。